こちらのコーナーご登場いただくのは藤井隆三選手、田中英介選手、宮崎淳選手、勝木和也選手、そして脇本直人選手、以上の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあフレッシュな皆さんに、はい、ステージ上上がっていただきました。ファンの方々にぜひ自分のねキャラクターを知ってもらえるように皆さんよろしくお願いいたします。お願い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 します。遠いですよねマイク最後ね。さあということでまずルールを説明いたします。ルール、お題ボックスをご用意させていただきました。このボックスから1枚引いていただき、そのシチュエーションに沿ったヒーローインタビューを行っていただきます。どんなカードを引くのか、そしてどんな受け答えをするのか、今日はご自身のキャラクターを存分に出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、さあまずトップバッターといきたいと思うんですが、まあお手本を見せるという意味でも昨年このコーナーで大活躍をしていただきました藤井選手に今年もお手本をまず見せていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、他の残りの選手の皆さんはぜひ座ってお待ちください。さあそれでは早速ボックスから、はい、マイクの方はお持ちいただきますか、それとも黒沢さんからマイク出して、手持ちで、はい、マイク手持ちでいきましょう。じゃあ1枚引いていただいてよろしいですか。はい、お預かりいたします。では藤井選手へのヒーローインタビューお題を発表いたします。開幕戦延長10回に代打で登場、見事なスリーベースを打ち、その後のサヨナラ犠牲フライへと貢献をした藤井隆三選手、どうぞ壇上へとお願いいたします。マイク持ち、はい、それでは放送席ヒーローインタビューです。見事代打で登場してスリーベースヒットを放ち、で次のバッター脇本選手の時に脇本選手が犠牲フライを放ってサヨナラのホームを踏んだ藤井選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず土壇場9回裏で代打起用されたその時の、気持ちからお聞かせください。そうですね、もう前のイニングから準備はしとくように言われてたんで、心の準備と体の準備はしっかりできてました。じゃあもう本当に準備が整った上での結果ということで。そういうことですね。ただ相手のピッチャーね、左のピッチャーでした。そういう意味では苦しかったんじゃないですか。大丈夫だったですか。そうですね、いやまさか左ピッチャーで左打ちの僕が行くっていうのをちょっと想定してなかったんで。あ、なるほど。でもまあ準備としてはしっかりできてたんで、ちょっとマイク入りすぎやなんで、まあ、よかったかなと思います。ソフトバンクの森福投手でした。なかなかね、いいクロスをねしてくるピッチャーなんで、ちょっと苦しかったんですけど、まあしっかりとボールに逆らわず打てたんでよかったかなと思います。ちなみに打ったボールは外のまっすぐですね。逆らわずに左中間に、でもまあ足が速いんで三塁まで激走したということで。でもかなり強風が吹いてましたよ今日は。そうですね、15メートルなかなかでしたよね。もうちょっと立ってるのもやっとっていう状態で、でもやっぱファンの皆さんもね15メートルの中大きい声援していただいたんでよかったなと思います。脇本選手の犠牲フライも大きかったですね。そうですね、やっぱりまだちょっと力が弱い分風で戻ってきて浅いフライやったんですけど、まあ、持ち前の俊足を生かして帰ってこれたんでよかったですね。でホームインはスライディング、ヘッドスライディングでした。そうですね、まあ、あっこはもう頭から行くしかないなと思ってたんで、まあ、心と体の準備ができてたんでよかったかなと思います。さあそれでは藤井選手、まあ、ちなみに今シーズンはプロ初ヒット初打点もマークしたんで、それでファンの方に、開幕最初でちょっと忘れられてるかもしれないんですけど、まあそういう、まあ、いいような結果が生まれたんで本当に良かったかなと思います、はい、それでは藤井選手といえば、ね、持ちネタがありますのでぜひここで披露していただきたい。20歳になったんでね、多分やるのもこれが最後かなと思うんで、大人の藤井選手、あちょっとええの声がちっちゃかったんで本当に最後にしようかなと思いますね。ああ、ありがとうございます。ヒジーコールも沸き起こりますよ。ヒジーパワー。そうですね、ありがたいですよね。はい、来年はもっと
頑張ります、はい、それではお願いいたします。それでは毎度恒例ですがやらせていただきます。いきます。えいえい、おーかむの、あーちょっと声がちっちゃいですね、ちょっと声がちっちゃいです。もう一回いきます。もう一回いきますよ、ちょっと恥ずかしいんでね僕も。いきますよ、いきます。えいえい、おーからの、おいおい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。それ、ひじい選手でした、ありがとうございました、ありがとうございました。さあということで、ひじい選手にお手本を見せていただきました。立川さんいかがでしたか。これはこの後やりにくいね、これ大丈夫、やってくれると思いますあのこの後藤井選手にはそのままマイクを持っていっていただいて、ぜひあの後ろの選手に対してのコメントをいただければと思います。わかりました、はい、なのでこの後は黒沢さんのマイクで、はい、選手の方に、はい、出していただければと思います。